はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トヨタ 2000GT キッズモーターショー第4回バージョンです。はい、しっかり見ていきます。このモデルはゴールデンウィークに開催されたキッズモーターショーというところのオリジナルトミカだね。正面から見るとグリルのところはシルバーの塗装になってます。で、ボンネットのところにトミカキッズモーターショーって書いてあるね。で、ルーフのところにも東京ドームシティってこちらもプリントされてます。で、横から見るとここもキッズモーターショーとか東京ドームシティってプリントされてます。ドアノブもシルバーの塗装になってるね。で、後ろから見るとテールランプのところもシルバーの塗装になってて、ちゃんとマフラーもシルバーの塗装だね。で、ナンバープレートはこれはあれかな、第4回キッズモーターショーのナンバーになってるのかな。で、上の部分はここにもキッズモーターショーってプリントされてます。で、運転席側のデザインはこれは助手席側と同じデザインになってます。で、タイヤはサスペンションがついてます。あとは左右のドアの開閉機能がついてます。で、裏の方はトヨタ 2000GT2002 年のシャシーになってます。全体的にシールとかも一切なくて全部プリントされてあるんだよね。すごいいい感じになってます。で、ボディカラー自体はレッドだけど、どっちかっていうとちょっとレトロ感のあるレッドかな、ちょっとくすんだレッドっていうような感じになってます。いい感じだね。はい、今日はトヨタ 2000GT のキッズモーターショー第4回バージョン紹介しました。で、このキッズモーターショーっていうのは毎年ゴールデンウィークぐらいに東京ドームシティで開催してるんだよね。で、今回も会場には行けてないからメルカリで買ってます。だいたい1000円ちょっとぐらいで買えたかな。で、トヨタ 2000GT っていろんな特注トミカ出てるけど、なかなかこれいい感じのトミカの一つかなと思いました。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。おしまいです。バイバーイ。